痩せない人の 99% はお尻に問題があります。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。あぐらの状態から右足をちょっと前に出して、このまま体を前に倒します。お尻、股関節の柔軟性チェックです。理想はおでこが床につくことです。どんなに悪くても、せめて肘が床についてほしいです。皆さんどうですか？つきますか？このお尻が伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。呼吸は止めないようにして、で、本当に最高の理想は、右足が手前にあっても、奥にあってもおでこが床につく状態が理想です。ビフォーアフターで変化できるので、最後まで一緒に頑張りましょう。OK。逆側いきます。次、左足をこんな感じで前に出して、もう一回真正面倒していきましょう。おでこが床につくのが理想。最低でもね、肘が床についてほしいです。結構ね、左右差あるよーって方、いらっしゃると思うんですが、人間なのでね、左右差あって当たり前です。今ね、どこまで行くかっていうのを覚えておきましょう。で、呼吸を止めないようにして。もしね、きつかったら途中サボりでいいので、最後までね、完走できるように頑張りましょう。あとはね、動画の再生速度を調整したりして、早めたり遅めたりして、自分がね、やりやすいスピードに変えていただいても OK です。OK。そしたら次は、こんなあぐらの状態から、右足を左、こっちに持ってきます。で、両手でこの右足抱えます。右のお尻が伸びてくると思います。頑張れる人は、ピンと背筋伸ばして、頭をね、上からぐっと引っ張られてるイメージ。そうすると、より伸びてきます。きつすぎるよって方は、この右足、この辺ですね。前に出してても、右のお尻が伸びれば、結論それで OK です。頑張れる人は、なるべくね、右足を体に近づけて、姿勢を正すと、お尻より伸びてくると思います。いまいちお尻伸びないよって方いたらコメントで質問してください。OK。逆いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、両手で左足を抱えます。左のお尻のストレッチ行ってます。きついよって方は左足がね、こうやってこんな感じでもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人はなるべくピーンと姿勢垂らしてね、置きましょう。この股関節って実は英語でね、ヒップジョイント、お尻の関節って言うんです。このお尻の大臀筋って股関節を全部覆ってるので、お尻柔らかくしたらね、開脚もね、できるようになったりとかね、股関節全体に柔らかくなるので、ぜひ期待しててください。OK。そしたら次、右足をこんな感じで前に出して、なるべく股関節広げた状態で真正面に体倒していきます。右の内もも伸びる感覚あると思います。伸びますか？内もも。右の内もも伸びれば OK なんですが、余裕がある方はつま先しっかり真上向けてあげると、よりね、内もも伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。これもね、おでこが床についたらいいんですが、僕もなんとか肘つけるぐらいで限界です。もしね、この膝のあたりとか、どっか突っ張ってピリピリするよって方はその辺をね、さすったりマッサージしたりすると、違和感がなくなると思います。OK。逆足いきます。左足を伸ばして、なるべく股関節広げましょう。そのまま体真正面に倒します。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先、こんな感じで前倒れてもいいですが、なるべく真上向けた方が効果的です。ただね、なんかこの正しいやり方にこう固執しすぎて、なんかね、これで合ってんのかなって疑問を持ちながら、結局習慣にできないんだったら、多少ね、フォームが格好悪くてもいいので、伸びてればいいです。習慣化する方がね、圧倒的に大切です。で、疑問あったらね、コメントでどんどん聞いてください。いくらでもお答えします。OK。そしたら次は、こんな感じで足の裏を合わせて、ひし形作ります。正方形っていうのはちょっとひし形ぐらいがいいと思います。体真正面に倒していきます。お尻から腰、背中にかけて伸びれば OK です。お尻、腰、背中の一番硬い部分が伸びるので、どっかね、このお尻、腰、背中あたり伸びてれば OK です。これもおでこがね、足についたらいいんですが、僕も全然つきません。呼吸はね、止めないようにして、こう反動つけてもいいので、ちょっとずつ前に倒れるようにしましょう。で、いまいち伸びない方は、足をね、手前に引いたりとかして、こうしたら伸びるかなっていうので、いろんな位置試してみましょう。OK。そしたら次、手を床について、こんな感じですね。左足大きく回していきます。内から外に回していきます。自分から見て時計回りですね。大きく股関節回しましょう。股関節ゴリゴリになるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。これスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲で大きく股関節動かすことが目的です。で、この時ね、あんまり肩にこんな力入りすぎないようにしましょう。股関節を大きく、普段動かさない範囲で動かすことが目的です。OK。右足いきます。大きく外回しです。こっちも同じく痛みがある方は痛みがない範囲でやっていきましょう。スピード目的じゃないですからね。大きく普段動かさない範囲で動かすことが目的です。でどうしてもね、この股関節ゴリゴリが気になる方は、股関節ゴリゴリになる方専用の動画概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもね、気になる方はやってみてください。呼吸は止めないようにしましょう。結構きついですね。これ、各種目のね、最後の10秒サボると、すごい楽になるっていうね、裏技があります。頑張れ。呼吸止めないで。OK。そしたら次、右足をこんな感じで出して、右足の方に体を倒します。右の膝の裏、裏もも伸びてれば OK です。掴める方は、手でつま先掴みましょう。ただ膝曲がらないようにね、空いてる手で押さえておくといいと思います。全然掴めないよって方、こんな感じでも OK です。目的は膝の裏、裏ももを伸ばすことです。手でつま先を掴むことが目的ではないです。裏もも、膝の裏のストレッチです。呼吸止めないようにしましょう。どうしてもね、きついって人はこうやって多少膝曲げてもいいと思います。裏もも、膝の裏が伸びれば OK。よし。じゃあ次逆行きましょう。左足前に伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒す。左の裏もも、膝の裏伸びる感覚あれば OK です。結構骨盤周りの動画結構最近出してるので、質問で、すごい左右差があるんですけどってことを相談されることが多いです。ただね、もう左右差がある前提なんですよね、人間って。だって、利き足はあるし、利き手もあるし、多分荷物持つ方も左右どっちか決まってるし、お母さんだったらね、抱っことか、家事、選択する手も決まってると思います。そのね、左右のバランスが完璧だったらバランス悪くならないんですけど、まあ、大体ね、皆さん利き手があると思うので、バランス悪くて当然だと思ってください。OK。そしたら、体育座りしましょう。体育座りして、左足を右足にこんな感じで乗せます。で、このまま、なるべく左足を胸に近づける。ピンと姿勢垂らすと、左のお尻伸びてくると思います。きつくてこんなできないよって人は、右足一回伸ばして、この状態で左足乗せて、ちょっと曲げる。これでもね、左のお尻が伸びれば OK です。なるべく姿勢正しておいた方がね、お尻に効いてきます。頑張れる人はなるべく足と胸を近づけると伸びてきます。肩腰痛い人はね、無理しないでください。呼吸止めないようにしましょう。OK。逆いきますよ。右足を左足に乗せて、こんな感じで右足を胸に近づけます。右のお尻伸びる感覚あればそれで OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。どうでしょう、これ皆さんついてきてますか？もしね、ペース早すぎる、遅すぎるあれば、再生速度調整の仕方、わからない方はね、概要欄にそれも貼っておきますので、ぜひ見ながらね、ご自身のやりやすいペースに再生速度変えながら調整してみてください。呼吸だけ止めないで、肩ね、こう変な風に力入りすぎないようにしましょう。お尻のストレッチが目的です。OK。そしたら、あぐらに戻りましょう。あぐらきつい人は、正座とか、長座とか、どちらでもね、いいです。右手、右肘、床について、左手万歳します。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚あれば、OK です。誰かに指先を引っ張られてるイメージで、遠くに向かってぐーっと指先伸ばすと、脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、こうしたら脇腹、脇の下伸びるなーって位置自分で探してみましょう。人によって違います。で、この時、こっちのね、左のお尻、浮いちゃっても OK です。脇腹、脇の下が伸びてれば、反対のお尻は浮いても OK です。OK。逆、左手、左肘床について、右手を万歳します。脇腹、脇の下、伸びる感覚ありますか？指先を誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと遠くに向かすとね、より伸びてくると思います。最近よく質問を受けるのが、こうやってやってて、例えば、このフォームの時に、こっちのね、お尻がこうやって浮いたら意味ないよーっていう方もね、トレーナーさんいろんな方いるのでいらっしゃいます。厳密に言うと、反対のお尻浮いたら良くないんですが、ズボラストレッチなので、ここ伸びてればね、OK です。なんかそんな正しいフォームでやることよりも、僕は習慣化、ストレスなく習慣化することの方が圧倒的に大切だと、個人的には思ってます。OK。じゃあ次、体育座りしましょう。こんな感じですね。体育座りして、で、両手でこうやって太ももを抱え込む。で、目はおへそを覗き込むイメージ。ちょっと腰を丸めるイメージですね。そうすると、背中、腰あたり伸びてくると思います。お腹が苦しいよって方は、もうちょっと足伸ばして、こんな感じ、緩めにね、足抱えてもいいです。おへそでお腹覗き込むイメージで、背中、腰あたり伸びてれば OK です。わざと猫背を作って、ちゃんと目をね、おへその方を向けましょう。呼吸止めないでー。OK。 そしたら、手を一回、床につきましょう。どうでしょう、ついてきてますか？大丈夫ですか？で、片足ずつ、こうやって交互に上げる。前ももをね、お腹にぐっと近づけるイメージで、ゆっくり足上げしていきましょう。これも目的は普段動かさない範囲まで足上げること。スピードは重要ではないです。しっかり高く上げる。上げる。でね、習慣化っていうと皆さんね、毎日やんなきゃいけないんじゃないかなって、すごい感じると思うんですけど、なんでしょう。僕もうね、極端な話、美容院も習慣化だと思ってるんですよ。美容院って毎週行かないじゃないですか。毎日も行かないし、なんか、何ヶ月かに1回じゃないですか。それも習慣化だと思うので、ズボラストレッチもね、もう極端な話、月1、週1でも全然 OK です。よし、OK。じゃあ次は、あぐら、かいたまま、後頭部で手を組みましょう。あぐらできない方、正座でもいいです。そのままおへそのぞき込む。ゆっくり反らせる。おへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。これ繰り返していきましょう。スピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり反らせる。おへそ覗き込む。これ肩腰痛い方無理しないでください。スピードよりも普段動かさない範囲で動かすことが目的ですから、腰肩痛い人は無理しないこと。そして呼吸を止めないようにやっていきましょう。ゆっくり反らせる。よし、OK。そしたらもう一回後頭部で手を組んで、ゆっくりおへそを覗き込んでいきましょう。背中、腰にかけて伸びれば OK。首が硬い人はね、首の後ろも伸びると思います。しっかりおへそを覗き込んで、呼吸止めないようにしましょう。きつかったら、一回戻って、もう一回おへそを覗き込みましょう。呼吸止めないで。痛気持ちいいぐらいでいいですよ。無理してね、ぎゅーっとおへそのぞき込まっていいですからね。よし、OK。そしたら、体育座りみたいに足を前に出して、手は床ついて、左右にね、こんな感じで倒していきましょう。パタパタと。頑張れる人は、ちゃんとね、膝が床につくぐらいまで倒すといいと思います。多少ね、こうやってお尻が床から浮いても OK です。もう疲れたよって人はね、これぐらいゆるーくゆらゆらでも OK です。僕ね、基本的にもらった質問をほとんどはいって答えるようにしてます。食事制限した方がいいですか？した方がいいかどうかって言ったらはいです。食事制限しなくてもいいですか？うん、別にしなくてもいいのではいです。基本的にね、何でもはいって答えるので、皆さんもそこまで深く考えずに、ゆるくズボラにね、やりましょう。OK。そしたら足伸ばして、体育の授業だった長座体前屈ですね。この前に倒れる。ハンドつけていいですよ。理想は、この手首がね、つま先ぐらいまでいったらいいと思うんですが、最低でも指先がつま先触れるぐらいまで行くといいと思います。ハンドつけていいですよ。膝ね、どうしてもきつかったら曲げてもいいですが、なるべく伸ばしておいた方がいいです。頑張れ頑張れ。首、肩、腰、痛い方無理しないでくださいね。これで最後の種目です。最後にね、一緒に柔軟性チェックもう一回やってみましょう。OK。そしたら最初と同じように、あぐらの状態から右足前に出して、そのまま体正面に倒していきます。ビフォーアフターで変化出ますか？僕はおでこつかなかったのが、おでこつくようになりました。どうですか皆さん、変わってますか？変わってなくてもね、なんかちょっと行きやすいとか、楽な気がするとか、それでも OK です。1回でね、ちょっと劇的なビフォーアフターまでは難しいですけど、ちょっとでも変化感じれれば OK。例えばね、お尻、伸びる位置が裏ももに近いところだったのに、ちょっと腰に近いところが伸びるようになった。これもね、一つの成果です。伸びる位置が変わったってことは、硬かったところが柔らかくなったっていう証拠ですからね。OK、逆足行きましょう。最後、左足前に出して、ゆっくり体前に倒しましょう。おでこが床につけば理想。僕も終わった後はつきました。どうでしょうか。で、僕コメント欄を、なんか僕と視聴者さんだけのやりとりで、僕使うのすごいもったいないなと思ってて、視聴者さん同士もね、コメント欄で交流できたらなと思います。例えば視聴者さん、なかなか痩せないんですよねって困ったら、私は、ズボラストレッチのこの動画やったら痩せましたとか、有酸素やったら痩せましたとか、食事制限やったら痩せましたとかね、そういう情報交換を視聴者さん同士でもしてもいいんじゃないかなと思ってます。ただそれでも疑問点あると思うので、概要欄に、ズボラストレッチの教科書とかサブチャンネルで無料で解説しますので、興味ある方ぜひ見てみてください。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。ここまで頑張ったらね、もう全然ズボラじゃない。素晴らしい。もしこの動画がね、習慣化できそうだな、週に1回なら頑張れそうだなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。